この日通っていた高校が入学試験のために休みだった千田麻美さん、高校1年生はコーヒーの入れ方の講習を受けてくると言い残して自宅を後にします。というのも彼女は自宅近くのパン屋さんでアルバイトをしており、そのための講習だったわけなのですが、しかし彼女が向かったのはその店ではなくて、ここから10キロほど離れたところにある室蘭市内のパン屋さんの本店の方でした。お父さんお母さんはコーヒーの入れ方を習うと、講習を受けると、まあ、そういうことで聞いていたようですけど、電話が午前中に来て、白さんの方から1時過ぎに行きたいんですけどって言ったんですよね。麻美さんの自宅からパン屋の本店まではいつも通っていた高校がある方向、バスの定期券を持っていたことから自宅そばの停留所からバスに乗り、40分ほどの道のりを東室蘭駅方向へと向かったものとみられる。この時刻、麻美さんは東室蘭駅周辺で高校の同級生に目撃されている。同じ日の午後1時半ごろ、東室蘭駅近くにあるスーパーサティの北側の道路、この辺りを麻美さんが歩いているのを2人の同級生が目撃しています。そしてその時同級生は麻美さんに向かって手を振るなどしたということで、これが最後の確実な麻美さんの目撃情報となっています。車道の両側にある歩道、そこですれ違ったと、まあ、どこ行くのこんにちはという程度の会話しかできてないと。この後麻美さんはここから2キロほど北にあるパン屋の本店へと向かったものとみられている。その間友人が彼女の持つ PHS と2度会話を交わしている。どこにいるの？これからバイト先へ向かう。もしもし、今ちょっと無理だから後でかけ直すね。アルバイト先になんか用事あって行くっていうふうに言ってたみたいですけど、最後はなんかかけた時には、うん、今ちょっと話せないんでみたい感じで言われて、後でかけ直すって言ってあさみちゃんの方から切ったみたいなんですけど、麻美さんが最後に姿を目撃されたスーパーサティからおよそ2キロほどのところにあるこのアルバイト先のパン屋さんの本店に彼女はやってくるはずでした。しかし結局麻美さんはここには姿を現さないまま行方不明となります。1時過ぎに来るはずの麻美さんを待っていたパン屋本店では、1時になって過ぎても別に来なかったし、その後オーナーは出かけたんですよ。直接千田さんとオーナーさんが連絡取ったなんてことはあったんですかね？いや、こちらにはちょっとそういうことは全然わかんないです。一方、麻美さんの失踪直前、彼女と会話した友人がその後再び彼女の PHS に電話するが、4時ぐらいにかけた時にはもう通じなかった。この後も麻美さんの PHS は通じることはなかった。そして失踪から10日余り経った今月17日、北海道警は麻美さんが事件に巻き込まれた可能性があるとみて公開捜査に踏み切る。麻美さんの通う高校は地元でも有数の名門校。昨日麻美さんの姿がないまま3学期の終業式を迎えた。大変、まあ、明るい元気なお子さんでしたし、まあ、あの成績面でも上位のグループに入るお子さんです。無断で家を出る、あるいは帰りが遅くなるっていうタイプのお子さんではありませんでしたので、まあ、大変心痛の極みという状況を感じております。中学校時代から美人で明るいこと、同級生らにも人気があったという。可愛いっていうか人気あるって、すごく礼儀正しいし、可愛いってみんな誰もが口を揃えていますよね。そんな人気者の彼女ゆえ、最近ストーカー的行為に悩んでいたという。可愛い子なんで、付きまとわれてるとか言い寄られてるっていうのを聞いたことありますけど、やばいとか聞いたこと、ストーカーみたいなんか付きまとわれたり。アルバイト先でも彼女の PHS にいたずらメールや電話がかかることがあり、自宅周辺にも不審者が出没するということで、アルバイトは早番勤務についていたという。知らない番号は出ないようにしてるっていう話は聞いて、なんでっていう話聞いたら、なんかいたずら電話多いからっていう話は聞きましたけど。
まだ16歳の娘の突然の失踪に浅見さんの家族は状況もわからないっていう、時々こうどこか遠くへ行かれちゃったりとか、そういうことも今まではないんですよ。公開捜査から今日でちょうど1週間、失踪当日の彼女の服装はご覧の通り。現在北海道警察では彼女に関する情報を広く求めている。追跡、真実の行方。2001年3月、北海道室蘭市で当時16歳の女子高生千田麻美さんが忽然と姿を消してからもうすぐ10年が経ちます。今回我々は改めてこの事件を取材しました。当時警察が最も注目していた渦中の人物から初めて証言を得ることができました。アルバイト先に向かう途中消えた麻美さんの身に一体何があったのか、真実の行方を追いました。長い冬が終わり、春の足音が聞こえてきた3月、北海道室蘭市で10年前、一人の女子高生が白昼の繁華街から忽然と消えた。千田麻美さん当時16歳、高校にファンクラブができるほどの人気者だったという。失踪当日、麻美さんは自宅からアルバイト先のパン屋へバスで向かっていた。その後バスを降り、店に向かっている途中で姿を消したのである。麻美さんが降りたバス停からアルバイト先のパン屋さんがあった場所までおよそ20メートル、目と鼻の先です。そして前の通りは交通量も多く人通りも多い場所です。この短い距離の間に麻美さんの身に一体何があったのでしょうか。北海道警室蘭警察署は何者かが麻美さんを連れ去り自由を奪っている可能性が高いと判断、監禁事件として捜査を開始した。事件では捜査線上に一人の男が浮上。当時警察は24時間体制でその男の行動を監視していた。今回我々は警察から疑われていた男の行方を追跡、ついに接触に成功した。もう分かりな、もう取材受けてるから分かると思うんですけど、マイク入ってます。で、外にもカメラ構えてるんですけど。10年間沈黙を守っていた人物が我々の取材に対し初めて口を開いた。10年が経とうとしている室蘭女子高生失踪事件、その日麻美さんの身に何が、そして彼女はどこに消えたのか、真実の行方を追った。室蘭市内の中心部にある北海道立室蘭栄高校、市内で一番の進学校に通っていた麻美さんは成績も常にトップクラスだったという。すごく頭のいい子でね、可愛い子だったから、明るくて活発で可愛くて結構人気ありました。高校のファンクラブしてますよ、男の子の。高校にファンクラブができるほどの人気者だったという麻美さん、当時の彼女に自ら失踪するような理由はなかったという。しかし10年前の3月、麻美さんは家族や友人に何も告げず突然姿を消したのである。失踪から5年、警察は麻美さんが映った防犯カメラの映像を公開。この映像から麻美さんが失踪当日ある不可解な行動をとっていたことが分かった。千田麻美さんは当時この団地で家族と共に暮らしていました。そして10年前の3月6日、高校が休みだったその日、麻美さんは一人町へ向かい忽然と姿を消したのです。その日は平日の火曜日、麻美さんが通う高校は入学試験のため生徒は休みだった。午前11時30分ごろ、自宅にいた麻美さんはアルバイト先にこんな電話をかけていた。今日の午後1時過ぎに行きたいのですが、オーナーはいますか？当時麻美さんは自宅からおよそ7キロ離れた市内の繁華街にあるパン屋でアルバイトをしていた。この日麻美さんはアルバイト先の店のオーナーからコーヒーの入れ方を習うため店に向かったとみられている。
浅見さんはお昼の12時25分、団地内にあるこちらのバス停からバスに乗ってアルバイト先のパン屋さんに向かったのです。浅見さんが乗ったバスはいつも通りのルートで市内の繁華街へ向かった。そして午後0時56分アルバイト先の店近くのバス停に停車。しかし浅見さんは約束の時間である午後1時が迫っていたにもかかわらず、なぜかバスを降りなかった。その後バスは午後1時3分駅反対側のバス停に停車。ここで降りた浅見さんはショッピングセンターへと向かう。なぜ浅見さんは約束の時間を過ぎてもアルバイト先に行かずショッピングセンターに向かったのか。これはショッピングセンターの防犯カメラの映像。ベージュ色のブレザーを着て紺色のジーパンを履いた失踪直前の浅見さんが映っている。この時浅見さんは化粧品売り場付近を2度通過。1度目は午後1時4分、2度目は20分後の午後1時26分。映像を見る限り浅見さんは買い物をするでもなく時間を潰すかのように一人で店内を歩いていた。そして午後1時30分頃、浅見さんはショッピングセンターを出て再びバス停方面へと向かう。実はこの時浅見さんはバス停付近で高校の同級生2人とすれ違っていた。そして浅見さんの方からどこに行くのと声をかけてきたという。これが最後に目撃された浅見さんの姿だった。その12分後浅見さんはおよそ 1.2 キロ離れたアルバイト先であるパン屋の近くに移動。 PHS を使い電話をしたことが分かっている。これは店のすぐ近くに設置されたアンテナが浅見さんの電話からの発信を捉えた記録から判明した。では浅見さんはショッピングセンターを出た後店の近くまでどうやって移動したのか。我々は室蘭市内のバス会社で話を聞いた。定期券で乗った人が間違いなくいると、はい、いうことですよね。まあ、そうですね、はい。おそらく予測しますと、はい、彼女はまあ私どものバスに乗ったっていうことじゃないのかなっていうような気はしますけど、うん、当時乗客で唯一通学定期券を使用していた人物がいたのだ。警察はこの人物が浅見さんだったと見ている。そこで3月6日午後1時31分こちらのバス停から3人のお客さんがバスに乗りました。その中の一人が千田浅見さんだったと思われます。実際にバス会社にご協力いただきまして浅見さんが向かったと思われる場所まで行っていただきます。それではお願いします。警察の調べによると当時バスには24人の客が乗っていた。しかし浅見さんのことを覚えている客は現在まで一人も確認されていない。浅見さんがショッピングセンター付近の東町2丁目バス停から乗ったバスは午後1時41分東通りバス停に停車した。東通りのバス停に着きました。東町2丁目からこのバス停までおよそ10分で到着したわけなんですが、浅見さんはバスを降りてから当時のアルバイト先だったこちらにあったパン屋さんに来る予定だったのです。そしてバスを降りた直後の午後1時42分浅見さんの PHS が鳴る。かけてきたのは同じ高校に通い当時浅見さんと交際していた男子生徒だった。電話に出た浅見さんはこう話したという。もう下に着いた。下に着いたとはどういう意味なのか取材を進めるとこの下という言葉にはある特別な意味が。白鳥台は山って言うんだけど、こっちのは下だから、ね、多分下だって言ったと思う。だから下に着いたよっていうことなんですよ。浅見さんが住んでいた白鳥台団地は高台にあるため地元の人たちは山と呼び、アルバイト先がある
繁華街のことを下と呼んでいるという。つまり浅見さんは交際相手に今繁華街に着いたと説明したものと思われる。しかしアルバイト先であるパン屋の近くに着いていた浅見さんが店に現れることはなく、当時の同僚も誰一人浅見さんを見ていない。ではこの時彼女はどこにいたのか。実は交際相手の男子生徒は1回目の電話から4分後再び浅見さんに電話をかけている。すると、今話せないから後でかけ直すね。わずか数秒間の会話の後、浅見さんから電話を切ったという。男子生徒は警察に対し、2回目の電話の時は背後から何も音がせず、浅見さんがどこか静かな場所にいる気がしたと話している。そしてこれが浅見さんとの最後の通話となった。その日の夕方、男子生徒が PHS に電話をかけると、すでに通話ができない状態になっていたという。果たして2回目の電話の時、浅見さんに異変はなかったのだろうか。我々は浅見さんと最後に通話をした男子生徒の自宅を訪ねた。息子さん何かおっしゃってました？いや、何も。対応に出たのは母親。当時の交際相手から直接話を聞くことはできなかった。最後の電話で今話せないから後でかけ直すと言った時、浅見さんはどこにいたのだろうか。そして誰かと一緒にいたのだろうか。室蘭警察署は浅見さんの失踪直後から監禁事件として捜査を開始。そうした中、捜査線上に一人の男が浮上する。警察は男の行動を24時間体制で監視していた。その人物は浅見さんのアルバイト先であるパン屋のオーナーだった A 氏。失踪当日、浅見さんにコーヒーの入れ方を教えることになっていた人物である。ではなぜ A 氏が捜査線上に浮上したのか。浅見さんが店近くのバス停でバスを降りたとみられるのは午後1時41分。一方 A 氏は午後1時30分ごろ店を女性店員2人に任せ外出。その後のアリバイが全くないのだという。そのため警察は A 氏が浅見さんの失踪について何らかの事情を知っているものとみて注目したのである。さらに、浅見さんのことが好きっていうのは聞いたことありますけど。あ、そうですか、うん、それは何でどういう瞬間に聞いたんですか？それはオーナーがその人に告白したんですか？いや、違いますね。なんか素振りで、でもバイトのことがいっぱいいたんですよ。高校生、大学生。あ、うん、それは視線感じて後ろ見たらじーっと見てたとか。当時マスコミの取材に一切答えなかった A 氏。警察は浅見さんの失踪に関し A 氏がどんな事情を知っていると見ていたのか。 A 氏本人に話を聞くため自宅に向かうと、そこは駐車場になっていた。いや、それは自己破産して売ったんですけど。あ、自己破産した、ええ、なるほど。あの事件の後自己破産したんですか？そうです。ああ、でも資産全部手放した。そうですね。浅見さんの失踪から1年後、 A 氏は多額の負債を抱え店を畳むことになり、自宅や土地も手放したという。一体 A 氏はどこに行ったのか。取材を進めると、 A 氏は別の場所で飲食店を経営していた。そして我々は当時の警察が重要人物として注目していた A 氏との接触についに成功したのである。あ、すいません、テレビ朝日の正田と申しますが、浅見さんの失踪から10年、我々の前で A 氏が初めて語り始めた。そんなに女に困ってたわけでもないし、そんな女好きでもないし、変態でもないし、通っていた高校にファンクラブができるほどの人気者だったという千田浅見さん、当時16歳。10年前、彼女は北海道室蘭市の繁華街で姿を消した。
当時警察は浅見さんのアルバイト先であるパン屋のオーナー A 氏を疑惑の男として重点的にマークしていた。今回我々は別の場所で飲食店を経営している A 氏を探し出し接触を試みた。千田浅見さんの件で取材をずっと進めていまして、はい、もうお分かりな、もう取材受けてるから分かると思うんですけど、マイク入ってます。で、外にもカメラ構えてるんですけど。すると、当時取材を全て断っていた A 氏が顔を映さない条件で初めてインタビューに応じたのである。浅見さんの失踪から10年、果たして彼は何を語るのだろうか。不満はいっぱいあるの。不満だらけですよ。捜査に関しては。もう警察からあなた犯人じゃないんですかって言われたこともありました。いや、取り調べの中で大学かわいそうですよ。そんな感じでした。取り調べでそんな感じでした、うん、いなくなったって次の日の朝にもうケツが来てて、7日の日の朝ですか。ですね、はい、で私寝ててして、なんか家なんか見せてもらうってことになって、バーッと見てって、令状なんかほとんどないです。令状なくて、うん、最初はもう令状なくいきなり入ってきたんですか。そんな態度とかなんじゃなかったですから、刑事2人でしか話聞きたいって。当時3日間にわたり警察から半ば取り調べに近い事情聴取を受け、自宅などを徹底的に調べられた A 氏は行動も24時間体制で監視されていたという。行動はびっちりでしたね。びっちり、もうずっと、そうです、ずっともう追跡されてとか、でも悪いことは何もしてないんで、逃げてもないし、それは悔しいですよ、もちろん。当時 A 氏はアリバイを主張、しかし警察は信じてくれなかったと訴える。なんかお店で待ってたんですか。そう、ある日で待ったんですけど、だけどその何かの用事があったのか、もう私も覚えてないですけど、まあ、一回家に帰ってて、そうですね、そのね、すごい具合が悪かったのかな。親の本当に目の前で寝てますからね、お宅の中で。もうアリバイっていうか、それも家に帰ってお母さんの目の前でこたつで寝てた。そうそうそう、寝てますからね、その時間。だけど親のそのなんて証言は全然信用ならない。身内の証言は、A 氏によるとその日はコーヒーの入れ方を習いに来る浅見さんをパン屋で待っていたという。しかし約束の午後1時を過ぎても浅見さんが来ないため、自宅に帰りこたつで寝てしまい、浅見さんには会っていないという。性格は普通にごっとりしてるっていうか、キャピキャピっていう子ではないですね。元々進学校に行ってる子なんで、ここ普通のアルバイトですね。自分がその周りからそうやって見られてるけれども、そういう人もいるけれども、自分が犯人じゃない、俺は違うぞというふうに言える根拠というか、それは何かあります。てかそんなことを例えば拉致とかしたって何が目的でってことになりますよね。そんなに女に困ってたわけでもないし、そんな女好きでもないし、変態でもないし、ってことですね。その場合しかないですけど。そして浅見さん失踪への関与を一切否定する A 氏は驚くべき証言を始めた。なんと浅見さんは失踪前、ストーカー被害について悩んでいたというのだ。自宅の近くでやって話をしてましたけど、で怖いと、10年前北海道室蘭市の繁華街で忽然と姿を消した千田浅見さん、当時16歳。彼女は何らかの事件に巻き込まれたのだろうか。浅見さんのアルバイト先であるパン屋のオーナーだった A 氏は当時ストーカー被害に悩んでいた浅見さんから相談されていたと我々に語った。10代の方で自宅の近くで、ストーカーみたいなことがあるってことは、こうストーカーみたいなことされてるって打ち明けたのは電話で打ち明けたんですけども、お店で、お店に来てなんか多分研修中かなんかの指示だったと思うんですよね。自宅の近くでって話をしてましたけど、で怖いと、果たしてストーカー被害の事実はあったのだろうか。捜査を担当している室蘭署に確認すると、
個別の捜査に関してはコメントを控えたいとの回答だった。10年前警察から疑いの目を向けられた A 氏は最後にこう述べた。いや、知ってるけどそれ以上の怒りはないですね。警察は犯人が、犯人じゃないの、本人が出てこなかったらどうしようもないと思ってるんで、どこかで生きてると思いますよ。いや、生きてるでしょうね。生きてますか。生きてるとしか思いたくないですけどね。そして現在も専従捜査員7人体制で捜査を続けている室蘭署はこうコメントした。この事件を決して風化させず、千田さんは生きている、絶対に見つける、犯人は必ず逮捕するという誓いを持って捜査を継続しています。一方、浅見さんの家族は今も10年前と同じ団地で暮らし、浅見さんの帰りを待ち続けている。もう10年を迎えてしまうということで、そういうこと、警察の方で未だ解決の糸口さえ見えない浅見さん失踪事件、母親は何も語ろうとはしなかった。千田浅見さん、北海道警が今年新たに作成したビラがこちらです。浅見さんが姿を消してからちょうど10年となります。来月の6日、警察は事件の風化を防いで改めて情報提供を呼びかけるために、街頭などでこれを配るということです。